皆さんこんにちは。演歌歌謡曲ファンのための情報を配信しておりますスイングチャンネルです。またちょっとご無沙汰してしまいましたが、今回は6月15日にテイチクレコードから発売された永井みゆきさんの姫ボタル、こちらのカラオケ講座を配信させていただきます。ホタルをモチーフに奈良を舞台にした旅情的な恋愛ソングで、高隆先生作詞、源哲也先生作曲の作品なんですが、楽曲の構成がちょっと変わっていまして、前半は8ビートのバラード風から始まり、曲の半ばからロック調のノリに変化するアレンジで、曲の最後は日本の童謡のほほほたる恋が取り入れてあって、とっても個性的な楽曲です。どんな曲なのか一番だけ歌ってみましたので、まずはいつものようにこちらのサンプル歌唱をお聞きになってください。ではまず曲の全体像を把握するためにリズム読みというのをやってみたいと思います。楽譜の中に赤い数字や三角印が表記されています。三角印はおおよそ8分9符をイメージしていますので、この部分は心の中、あるいは声に出してんとこの後一緒に読んでください。それぞれのメロディーの出足がどのタイミングで歌い出せばいいのか、まずは僕のリズム読みを聞いていてください。皆さんはメトロノームの音に合わせて手拍子、あるいはお膝を叩きながら聴いていただけるとより理解しやすいと思います。今回の曲の速さはテンポが少し早めですが 95BPM95 となっております。ではやってみます。 1,2,3,4 ハッセデラの 2,3,4あんまたさく、に、さん、ん、はなのかおりに、よん、おもいをよせて、に、さん、し、みつめあい、に、さん、し、えみかわす、に、さん、のぼり、ろお、に、さん、し、いち、に、さん、ねえ、きみ、さん、し、ん、いっそ、わたしの、に、さん、ん、むね、に、おしつぶし、に、さん、し、いち、に、さん、ん、くちびるぬすんで、に、さん、ん、さらあっていっては、2,3,4,1 くれな、
いいか。はい、こんな感じになります。皆さんも一度一緒にリズム読みにチャレンジしてみましょう。1,2,3,4 はせてらの2,3,4あまたさく2,3ん花の香りに4思いを寄せて2,3,4見つめ合い2,3,4見交わす2,3のぼりろを2,3,4,1,2,3ねえ君3,4んいっそ私の2,3ん胸に押しつぶし2,3,4,1,2,3ん唇盗んで2,3ん皿あっていっては2,3,4,1くれないいか。今回の曲の段落は上2段が語りの A メロ、3段目が B メロ、4段目が C メロで、3段目の B メロがサビになると思いますが、音取りは上2段と下2段に分けてお教えしたいと思います。この曲は先ほどお話ししたように8ビートの曲なんですが、曲の最初のハセデラノとアマタサクはご覧のように四分音符のメロディーになっています。この部分はハセデラノと伸ばした感じでなく、一拍ずつリズムを意識してハセデラノとかアマタサクと一音一音一文字一文字感じるように歌ってみましょう。花の香りに、こちらは逆にグッと体重を乗せるイメージで、花の香りに、このような感じでフレーズを伸びやかに歌ってみてください。2段目の見つめ合いのみと見交わすのえは二分音符ですが、音が高いのでこの A メロの中では最も盛り上がるイメージでしっかり伸びやかに歌います。そして A メロ最後の上りローですが、ここが最も重要で、上りローのボが全音符で4拍伸ばす部分ですが、ここを歌うときはバックのカラオケがダッ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 と歌を盛り上げるように演奏していますので、カラオケに合わせて盛り上げながらクレッシェンドしながらノーボー、このような形で歌って、次の上りのりノーボーリ、ここで一旦立ち止まるように切ります。その後ローの部分を滑らかに伸ばしてのぼりろー、このような感じで A メロをまとめて B メロにつなげていくイメージになります。一度この段落の部分をノーマルキーで歌ってみますので聴いていてください。を寄せて
感じになります。では皆さんもこの段落部分を一緒に歌ってみましょう。せーの3、はい、発生寺の続いて3段目ですが、ねえ君、この君は伸ばさずにちょっと緊張感を入れます。そしていっそ私の、この部分をしっかり盛り上げて胸、ここで軽くブレスします。押しつぶしはしっかり伸ばして歌い上げましょう。最後の4段目ですが、唇盗んでとさらって言っては、は軽やかにリズムに乗せて歌います。曲終わりの紅花ですが、最初の一文字目のく、この部分にしっかり体重を乗せて紅花と歌い上げます。この紅花は息の長い方は一息で歌ってもいいと思いますが、くれないかの名でブレスして、くれないか、このようにいいかという部分を歌い直しすることをお勧めしています。どちらかお好みで歌い分けてみてください。一度歌ってみますので聞いていてください。私の胸、星つぶし、唇盗んでさらっていっては、くれないはい、こんな感じになります。皆さんも一度ご一緒にお願いします。せーの、はい、ねえ君、三四、いっそ私の二三、胸星つぶし、二三四、一二三、はい、唇盗んで二三、はい、さらっていっては二三四、はい、くれないか。先ほど歌ったサンプル歌唱ですが、僕は永井みゆきさんよりキーを一つ上げて歌ってみました。男性におすすめのキーはノーマル前後、女性の場合はマイナス4からマイナス6くらいが平均になるのではと思います。今回は男性用にノーマル、女性用にマイナス4を歌ってみましたので、ご参考にされてみてください。それではノーマルからやってみたいと思います。思いを寄
しつぶし唇盗んでさらっていっては曲には冒頭でお話ししたように蛍恋の童謡をアレンジしたメロディーが曲の最後にメロディーを加えて曲が構成されています。その部分がとても印象的で面白いのでサンプル歌唱に取り入れて歌ってみましたが、実際は最後の部分だけですので永井みゆきさんご本人の歌唱をよく聞いて皆さんそれぞれに研究なさってみてください。はい、それでは今回はこのあたりで失礼いたします。またお会いしましょう。スイングチャンネルでした。さようなら。